お野菜のコクと旨味がもうたっぷり出てる最高に美味しいカレーになってますんで。どうもよりよねさんりゅうせです。はい、今回はですね、JR 東日本さんとのコラボ動画になります。第2弾なんです。今回はですね、どんなコラボかっていうとですね、 JR 東日本さんのツアーのですね、ランチのレシピを僕が考えさせていただいたんですね。このレシピはですね、成田夢牧場さんとマザー牧場さんでね、食べられるっていうようなものになってるんですけども、一体どんなものが食べられるかっていうのをですね、今から、実際に作って皆さんにお教えしたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね、材料説明いきたいと思います。まずですね、キーマカレー、こっちがソースで、トッピングです。カレーの方から説明します。今回キーマカレーなので、合いびき肉使っていきます。 160g ですね。トマト缶、これホールトマトです。1/2缶です。お野菜が、玉ねぎ 1/2 個、まあ大体 120g ぐらいですね。で、人参が 1/2 本です。60g ぐらい。ニンニクおろしたものを使います。1かけですね。バター 10g ですね。カレールーです。これは僕がいつも動画で使ってるカレールーですね。ウサソースを使って、コクと香りをつけていきます。今回はチーズソースと合わせたもう最高に美味しいで、ね、カレーなんですね。今回のチーズソースはチェダーチーズ、できればチェダーチーズ、まあなかなか手に入んないですけども、チェダーチーズ使ってください。なければ普通のチーズでも代用は可能ですけども、チェダーチーズの方がちょっとコクと香りがいいのでチェダーチーズを使います。そして豆乳が 60cc、 まあこれ牛乳でも可能です。コンソメが小さじ 1/4、 バター 5g、 薄力粉で、あとトッピングに生卵が入ります。今回はツアーとのコラボっていうことでですね、何が必要か、現地のね飲み物を知るっていうことが一番大事かな。その飲むことによって牧場に思いを馳せられるんじゃないかなと、そういう気持ちで僕はこの企画に取り組んでいきたい。そういうのを見せるためにちょっと用意します。これですね、成田夢牧場さんで売ってる地ビールですね。バイゼン、牧場に思いを馳せます。あ、うまい。これほのかに酸味もあってすごい美味しいですね。これね、まあここで飲むのもいいけど現地で飲みたいねということでやっていきたいと思います。はい、で今回はね、これでやっていきたいと思います。チョッパーでこの人参と玉ねぎをみじん切りにするので、まあ普通に包丁でみじん切りにしてもいいんですけども、人参とかねみじん切りにするの結構大変なんで、ちょっともうザクザク切ってですねやっていきたいなっていうふうに思います。人参はね皮ごとやっちゃって大丈夫です。あのみじん切りにすると皮の食感とか全然気になりませんのでね、もうね人参も入れちゃいましょう。これはい、みじん切りしちゃって大丈夫です。こうカッカッカッカみじん切りしていく。こんな感じで、ない方はね手切りでやっていただいてもいいんですけども、ニンニクはすりおろしを入れるんで皮を剥いていてください。じゃあですね、小さめのフライパンで大丈夫です。今回ね3人前ぐらいのカレーができますんで、油を引いたフライパン用意します。でここで合いびき肉炒めていきます。パラパラ、まあよくね炒めていきます。アザー牧場はね昔から行ってるので芝生まれ芝生なんで、ひき肉に火が通りましたらお野菜を入れていきます。これを人参とね玉ねぎが入ることによってですね、カレーに甘みとコクが加わってですね、非常に美味しいカレーになりますね。最近行けてないマザー牧場、子豚のレースとかあるんでね、あれね、あとね、バンジージャンプで、ジェットコースターより全然怖いですあれは。なかなかやれるとこないからね、もし勇気がある方やってみてください。千葉にいる人は 95% ぐらいはね、マザー牧場か成田夢牧場に行ってるはずなんですよ。まあこんな感じですね、玉ねぎ色づいたぐらいにしていきます。火はねちょっと緩めていいです。このトマト缶、このカレーっていうのはなんとねお水使ってないんですよ。無水なんです。これお野菜のコクと旨味がもうたっぷり出てる最高に美味しいカレーになってますんで、コク出しのバター、ウスターソースですね。はい、これ香り付け、ウスターソースってね、まあ、いろんなね香辛料使われてますので、ちょっとね混ぜます。今回ホールトマト使ってますんで、ちょっとね崩しながらやってくださいね。これね、こんな状態になったらカレールーをねちょっとこう埋め込むように入れますね。こんな感じで、おろしニンニク入れるの忘れました。一かけ分入れます。あえて炒めるんじゃなくておろしニンニクを入れて煮込むっていうのがね、この至高の、チーズキーマンのねポイントなんですね。ちょっとこう入れたらなじませて、でこの状態で弱火で煮ていきます。10分間ね。そうするとお野菜とトマトの水分が全体にこうポコポコっとこう
あれするんですよ。じゃあですね、今10分間弱火で煮込みましたので、じゃあちょっと開けてみたいと思います。こんな感じになった。この状態になったら全部混ぜます。カレールーもすごくね、水分で柔らかくなってますから、こいつをね、混ぜていきます。ちょっとね、水分飛びすぎちゃったな、硬くなっちゃったなって思ったら、まあ少し、ね、少しばかりね、水足していただいても大丈夫なんでね、そこら辺はね。野菜の旨味もたっぷり入ってますよね。これからね、作るね、チーズソースものすごい合うんですよ、これ。じゃあですね、これからチーズソース作るんですけども、チーズソース、できたらもうすぐ食べられますので、ご飯温めておきます。そしたらですね、やっていきます。で、チーズソースは今回に1人前の作り方をやっていきます。もう今回食べるの僕1人なんで、2人前はね、大量にしていただければもう作れますので、小鍋でもいいです。バターですね、 5g 入れます。薄力粉小さじ1杯。はい、これね、ホワイトソースの作り方と同じなんですね、これね。で、火にかけます。練るようにバター溶かしていくんですね。終始弱火です。本当に弱い火でいいです。豆乳を投入します。コンソメちょっとだけね、小さじ4分の1なんでね、弱火で温めながら煮回していくんですね。そうすると薄力粉の力でちょっととろみがついてくる。少しとろっとしてきたら、ここにチーズ、このチェダーチーズソースがね、最高に美味しいんですよ、これ。皆さん弱火で大丈夫です。あんまりね、火が強すぎると水分がね、抜けすぎてですね、とろっとね、チーズソースが意外となるので、もうね、チーズが溶けたよ、これ完成。キーマカレー持っていきます。はい、このチーズソースをかけていきます。これですよ。これね、ちょっと一見くどそうに見えるんですけども、チェダーと豆乳がね、いい具合に合わさってですね、全然くどくないんですよ、これ。くぼませていただいて、これ卵黄を、かなり手間かかりましたけども、至高のチーズキーマカレー完成でございます。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。今回はね、成田夢牧場さんからペールエールもいただいたんで、この濃厚なカレーには地ビールですよね。もう絶対うまいでしょ、これ。じゃあいただきます。あー、うまうまトマトの酸味のあるキーマカレーと、まろやかなチーズソースの相性がね、完璧です。これ絶対食べてほしいな。チーズソースがかかって傷んではあるんですけども、本当においしい。結構難しいんで、難しいなっていう方は牧場で食べましょうよ、牧場で食べましょうよ。チーズソースもですね、豆乳とチーズ、どちらかというと豆乳の方がね、分量多いんですよね。で、それで、とろっとしたソースを作り上げてカレーにかけてるんですけども、これね、実はね、この配分に至るまで何十回も作り直しました。この分量がね、最高なんですよ、皆さん。もちろん作ってもできるんですけども、やっぱりね、牧場をね、感じながら食べていただきたいですね、皆さんね。向こうでね、食べたいね、これね。これは本当にうまいよ。じゃあ、僕考案の至高のチーズキーマカレーですね、こちらが JR 東日本さんのツアーだけになってます。なのでですね、概要欄に詳細が載っておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。